始まりました、たっつぁんの寺話の時間です。今日もスタジオにはたっつぁんこと川田達也さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう春らしくなってきましたね。もうあったかくて桜も散って、はい、もう桜も終わりだね、はい、うん、終わりました、はい。まあ、だんだん暑くなってきてる鹿児島ですけれども、この番組はね、季節感をあんまり気にしない番組ではあるんですが、はい、今日はですね、まあ、再放送もしてますが、放送日が4月8日ということで、うん、はい、お釈迦様の日なのですよね。お釈迦様の誕生日なんです、うん、誕生日なんですよね。うん、年代はわからないんですけど、はっきりしないんですけど、うんうん、一応4月8日だと、うん、いうことになってます。大体このぐらいに生まれたってことは分かってるでしょ、はい、何年なのかがちょっと諸説あるみたいな感じ。そうですっていうことですよね、はい、ただまあ誕生日だということは間違いない、はい、そうですか。生きてたらおいくつになられるんでしょうね、お釈迦さんはね。2000歳ぐらいですか2400歳ぐらいですかねぐらいですかね、うん、まあ、なのでね、まあ、ちょっとそういうことにもちなんで、もともと寺話ですので仏教にまつわるお話しておりますが、今日本編はね、お釈迦様にちなんだ仏教用語みたいな話が出てきますけども、はい、その前にいつものニュースを行きましょう、はい、いつものコーナー行きましょうか、はい、ではお願いします。今日の文化祭ニュース。はい、行きましょう。今日の文化財ニュースです、はい。4月3日付長崎新聞ですが、長崎県内初、これは町石ですね。市町村の町の字に、はい、石と書いて町石発見、疫病災害の回復祈願か、1700年前後と推測という見出しの記事ですけど、はい、長崎県の話ですか。長崎県の波佐見町といっても、波佐見焼き、焼き物で有名、焼き物で有名なとこだね、はい、おしゃれな焼き物で有名な波佐見町にですね、はいはいはい、金谷神社という神社があると、はい、でその参道にですね、はあ、町石といって石が5個見つかった。でこれ町石って何かというと、うん、神社まで何丁と書かれてるんですね。神社まで残り1丁です。距離の単位の1丁か、はい、1丁、まあ、約109メートルですね。1丁109メートル、はい、で大体1丁ずつ1丁に1本置かれます。あ、そうなんだ、はい、でそれが今回5基見つかったと、うん、ほうほう。でこれが長崎県内で初めて見つかった、長崎県の他の神社にもこういう石は奉納されていないと。こういう神社まで何丁みたいな石を町石と呼ぶんですよね、はい、これ結構そのなんていうかメジャーなものなんですか。よくある。いや、そんなにないですけど、うん、一番有名なのは、うん、高野山。あ、高野山、はい、高野山に登るですね、町石道というものが、うん、はい、ありまして、町の石が並んでる、町石が並んでる道があります。これ世界遺産なんですけど、うんうん、そこに216基へえ、そうなんだ、はい、残っていて、全部1200年代のものですね。古っ、はい、そんな古くからある文化なんだ、ね、そうです。それが一番古い。高野山まであと何丁何丁ってこうずっと一丁ごとに置いてある。置いてあります。置いていく作業も大変だね。大変ですよ。で僕歩いたんですよ。あ、そうなんだ。ちょい道歩きました、高野山までですね8時間かかりました、うん、登って金剛宮寺まで8時間。修行じゃん修行ですよ。修行だよそれは。だんだん無になってくるんですけど歩くと、まあ、そういうものがあると。あ、はいはい、で今回見つかったのはですね、はい、本殿の裏山に、その金谷神社の本殿の裏山に奥御殿というところがあるらしいですね。奥御殿、はい、でそこから鳥居までを結ぶ参道沿いに5基あったと。ほうほうほう。で1丁目、5丁目、7丁目、8丁目、15丁目、この5つが見つかった。お、1丁ごとじゃないんだ、ちょっと飛び飛びなんだね。と、はいはいはい、いうことは、まあ、15丁まであったのは間違いない。お、なるほど、はい、でしかもこれ、面白いのが、これはね、はい、石造物の面白いところなんですけど、はい、15丁目の町だけ、はあ、町の字、はい、他の町はですね、町なんですよ。市町村の町だね。はい、うん、でそれがですね、1丁目、2丁目、その町内会 の1丁目、うん、2丁目の町、高圧平定の定の字ですね。定、はい、の字になってると。はい、ほうほうほう。ということは、はい、この定の字を使い始めるのは江戸時代後期だから、うん、15丁目だけ江戸後期に作られたもので、うん、であとは記録を見ると1700年代に奉納されているので、うん、1700年代のものだろうというのが分かるというですね、この漢字の表記の違いで分かると。はいはいはい。全く関係のないうんちこ1個掘り込んでいいですか。どうぞ全くこの話と何の関係もないけど、思い出して今言いたくてしょうがなくなったので、はい、ちょっと1個掘り込みますけど、道の形の十字路とか、あ、こう、ね、はい、いう言い方で T 字路ってあるじゃないですか、はい、こう、まあ、文字の通りアルファベットの T のような形をしているから、うん、あれは T 字路なんだと思っていたんですが、あれ T 字路らしいね。あれ T 字路です。この T の字ですよね、何丁目の町の字、うん、
っていうのを知った時にずっと T 字路だと思ってたと思って、あ T の方だと思う、そうそうそう、はい、でもまあ逆に言うとその英語のアルファベットと、日本語のこのテイの字がほぼ同じ形で、うん、ほぼ同じ音で読まれてるって割と奇跡的だなと思って、奇跡ですよね本当にそうっていう話を思い出したので掘り込んでみました。で、テイジロにはまあ鹿児島石棺とか立ってるという。そうそう。鹿児島石棺とか立ってますけど。はい。さておき、このテイの字を使ったのが1個だけあるっていうことね。はい、で、これがですね、また別の記録を見たところ、はい、このハサミのあたりでですね、うん、1700年代に自然災害だとか、うんまあ、天然痘とかいう記録が残ってるので、うんうん、おそらくそれを、回復とか、うん、疫病から回復とか災害からの復興とか、そういうものを祈って、あなるほど、そういう意味があるんだね、はい、奉納したんだろうと、はあはあ、でこういうものは長崎県で初めてだし、うん、民衆でそういう動きがあったのがよくわかる例だということで貴重だなと。なんかその疫病の併誘祈願とかそういうことでその御利益を求めて神社に奉納するみたいな文化は結構あるじゃないですか、はい、今だとなんだろうな、鳥居とかかな、鳥居とか、あと灯籠だね、灯籠とかですね、うん、はよくあるよね、うん、みたいな感覚でこの弔意しようこう奉納するっていうのはあったのかもね。あったのかもしれないですね。しかもまあお手軽ですし。そっか、鳥よりは安そうだもん。安そうですね。で人の役にも立ちますし。確かに確かに。で実は町石鹿児島にも文化財としてありまして。あらそうなんだ。はい、どこにあるかというと、うん、これ薩摩町の志比。志比、はい、志比にですね、うん、まあ志比神社という有名な神社があります、ね、温泉が湧いてるところですね。そうです、温泉が湧いてる、はいはい、そこからですね古志比神社という神社があるんです、ちょっと離れたところに。ほう。でその古志比神社から志比神社までの、まあ、そこ36丁巻いたら4キロ近い距離があるんですが、はいはいはい、その36丁に1丁ずつ残ってます、うん、え36基あるの。それがですね35本、うん、35本なんだ1個ないんです。ちょっと足りないね1個ないんですよ。あそうなんだ。でこれはよく状態がいいものは、うん、誰が掘ったかとか誰が奉納したかというのは書いてるみたいで、そこにはまあいろんな、まあ、武士の方とか、はいはいはい、そういう方々が奉納して、まあ、中には1500年代のものもあるよと言われているので、はいはい、これ見たい人はぜひね志比に行けば、ちょっとこれ見てみたいですね。町石ちゃんと看板立ってますから。あそうなんだ、はい、これは薩摩町のそういう文化財とかになってるんですかね。なってます。鹿児島にもそういう文化があるんですよ、うん、他にはないの。ちなみに鹿児島の神社はこれがですね、うん、調べてもあんま出てこない。あそうなんだ。それとは別で、うん、とは別で、まあ、町石なのかわからないですけど、明治時代になってから加世田まで何町とかいうそういうものはあります。加世田村まで何町とか書いてるものはちょこちょこ。はあ、神社とはまた違うね。はい、道しるべとして、なんか一般道に門司港まで何キロみたいなのってるよね。あれですか。ああいうことだよね。ああいうことです。まあはい、なぜ門司港起点なのかよく分からないんですけど、九州の端っこだからなのかね、鹿児島にもありますよね。ありますあります。まあまあ、イメージ的にはああいう役割のもんだと。そうです。いうことですね、うん。そこに願いが入ってるか入ってないかというところですね。でもね、さっき、たつまポロって言ってなるほどと思ったんだけど、それ、あれだよね、こう灯籠とかもそうだけど、神社にただそういうものをこう寄進して、こう、納めるという、ことでそのなんというか功徳を得るというか、まあいろんなことを祈願するという目的もあれば、そのことによってこうなんか足元を照らしたり、うん、距離が分かったりとい う, こう利便性も兼ねてるっていうところにポイントがあるんだろう ね, これはね。そうですね、うんうん、でそれだけそれを置くのが必要なぐらい、うん、参拝者がいたと。なるほど、ね、いう話にもなりますから。だからその道案内標識とかさ、そのなんか道路標識とかさ、そういうのも寄進を受け付ければいいんじゃないかなと思うんだよね。ああいいと思いますよ。なんかね、うん、そういう宗教を作ればいいんじゃないかな。道しるべ宗教。わかんないけど。でこうそうだなあと、なんだろうな、Wi-Fi スポットとか例えば今だったら。ああいいですね。Wi-Fi スポット寄進すればいいんじゃないかな。うんうん、すげえ役に立つよ。立ちますね。万人の役に立ちますよ。とかね、ね、いろんなことを考えますけど、今日の文化財ニュースは長崎県内初の町石発見という、ニュースでした。薩摩町のやつも見てみたいですね。はい、はい、ぜひ。はい、ではですね本編いきたいと思いますが、今日はですねちょっと予告した通りお釈迦様のお誕生日ということもあって、はい、ハッピーバースデー、はい、はい、ハッピーバースデーなんですけど、ハッピーバースデーはあまり馴染まない気が、それは宗教違いますね。する気がするけど、まあまあ違いますね。なんかあるんだろうね、仏教用語でもその生誕を祝う言葉があるんでしょうね、おそらくなんかハッピーバースデー的な言葉があるんだろうね、うん、はい、まあ、ということでそれにちなんで仏教の話なんですけど、はい、まあ、先週番組が終わった後タッツァにちょっとリクエストしたんですけど、仏教用語みたいなのはどうよという話で、はい、これねちょっときっかけがあってですね、とある劇場に行ったんですけど去年、うん、
でそこの劇場 の, その、まあ、それこそ表示板ですよ、はい、ちょっとあのバックヤードに入らせてもらうことがあって、はい、バックヤードをうろうろしてたらそのバックヤードのこうなんか書いてあるじゃん、こっち楽屋とかこっち舞台客席みたいなの表示の中に奈落って書いてあったんですよ、はい、奈落。これはねあの舞台とか演劇とかをやってる人はもう知ってる言葉だと思うんですけど、なんていうのかな、こう岩風に言うとポップアップっていう の, あのステージからピョンって出てくる、はい、ステージの真ん中に穴が開いてて、その穴からこうせり上がって出てくる、はいはい、ところのその下のこうなんていうか空洞の部分を奈落というんですよ、ね、はい、うん、奈落こっちっていう、ね、標識があって、あ、本当に奈落って言うんだって思ったことがあってですね、落ちたくないですよね。そうそうそう、こう一般的な用語としては奈落の底に落ちるという言い方でしかほぼ使わない言葉ですよね、はい、うん、これはなんていうかこうなんか、ね、あの地位から転落するとか、うん、そういう意味ですけど、でもこれもともと仏教用語ですもんね。仏教用語です。本当にその奈落の底とか、うん、その地獄を表すような言葉ですもん、ね、言葉ですけど、今はそういう、なんでしょう、舞台装置の一つになってしまってると、うん、舞台用語として使われてる言葉と、うん、あ、これ仏教用語だなと思った記憶があったので、まあ、その話きっかけで、まあ実はこれも仏教用語だよっていう、今日のテーマはですね、こんなところに仏教用語という、はいはい、話をしたいと思います。結構いっぱいあるのよね。ものすごいあります。ものすごいあるよ、ね。すごいいっぱいあります。まあ、あの割とあれもこれも仏教用語と言ってもいいぐらいそこら中にあると思っていますよね。まあ、その中からちょっと今日はタッチャンセレクトでいくつか持ってきてもらったんですけど、はい、まずはじゃあ何からいきましょうか。一つ目、これ皆さんご存知ぐらいメジャーなところなんですが、うん、はいはい、これ油断。油断するなって言いますよね、はい、油を断つ油断、はいはいはい、それですね。これ本当のまず今で使われている意味です、うん、これ日本国語大辞典によるとですね、はいはいはい、こう気を許すこと、まあそうですよね、はい、鷹をくくって注意を怠ること、うん、抜かりがあること、不注意、このような意味が、うん、まあその通りですね、今で使われてますね、はい、まあ、正直似たような意味なんですけど、うん、まあ、仏教ではじゃあどういう意味なのかというとですね、はいはい、これ実はお経にお話が一つありまして、うんうん、これ涅槃経というですね、お経があるんですけど、はい、そこに次のような話があります、うん、とある王様が、これインドです、インドのとある王様が部下にですね、はい、油の入った一つの鉢を持たせて、はい、でこの運ぶ、まあ、行動するときですね、運ぶときに、うん、もし一滴でもその油をこぼせば、うん、お前の命を絶つと。ひどい、ひどい上司だね。いや、それが大事だったという。ああ、そうなんだ、うん、しかもこれ徹底してますよ、うん、あの告げてですね、うん、その家来の後ろにですね、うん、刀を抜いた家来をつけさせると。怖っ。一滴でも垂らしたら切れと。もうその瞬間に切られるってこと、うんうん、そうなるともう本当に文字通り油断できないじゃないですか。そうだね。あ、これ本来の意味で、本来の意味というか今使われている意味 で, 油断したら切られちゃうから、ね、切られちゃうから、うん、でその進化はですね、部下はですね、注意深くその鉢を持っていて、ついに一滴も油をこぼすことがなかった。ああ、よかった、切られずに済んだ。切られずに済んだ、うん、でこのように注意深くあることで油を断つことがなかったということから、この油断という言葉が生まれたと、うん、まあ、あの率直な感想を言うと、なんだそのエピソードっていう感じの話ではありますけど。お経ってこういう感じ。まあまあ、なんかね、いやだからそういうエピソードから何らかの教訓をね、伝えようとしてるんでしょうけど、うん、油の入った鉢を持たせて運べっていう命令もよくわかんないし、よくわかんないですね。そんなにこう一滴でもこぼしたら困るようなもんだったら、そのなんていうのか、こうちゃんと閉まる蓋とかさ、ちょっと大きめの容器に入れて大勢で運ぶとかさ、なんかあるやろとか、なんかいろいろ考えてしまうけど、おそらくわざと並々の油なんでそん、しかも一人後ろにつけてるんでしょ。つけてる。もう二人で運びやん、初めから。確かに。肩抜かせてますからもうね。うん、でこれが元の意味なので、まあ、はいはい、正直ちょっと近いじゃないですか。まあね、まあ、こう怠るなよってことですよね。はい、今の怠るなよと、今の意味と、うんうん、でこれがですね、うん、ちょっとだんだんその仏典お経によってのこの解釈によって意味がだんだん変わってきてですね、はいはいはい、その油ではなく、はあ、油をこぼさないように注意せよじゃなくて、はい、その神仏に捧げる、はあ、その灯火、その火、はあ、はいはいはい、火を絶やさぬようにと、その火が絶えないように油を絶たないように大切にしなさいという記述が増えてくると。油が絶やさないように、また火が消えないように油をこう絶えさせないようにしなさいよということを、はい、ほうほう、だそれが油断の意味に変わっていったんですね。ほう、なるほど。そっちはまあなんかこう納得感があるね。なんか仏教っぽくて、うん、そう、なんか神仏に捧げるその灯火をずっと灯しておかないといけないから、うん、油を切らすなよっていう意味だったら、なんか仏教用語としてこうなんかしっくりくるね。きますよね、うんうん、でそれが広まっていって、なぜか元の意味に戻ってるという変わった仏教用語です。なるほどね、はい、そうか、もともとその不注意をするなよと、抜かるなよという意味だったものが、その神仏に捧げる灯火を絶やさないようにという意味に変わって、
で今使われている意味は本来の意味に近いという近い、うん、戻ってると面白いですね。でこれですね、あの神仏の炎の方、はい、まあ、有名なのはこれ比叡山延暦寺、はいはいはい、これ不滅の法灯、うん、見たことはないけどなんかテレビで取材されてるのも見ました、はいはい、でこれがなんか油断の語源だと言ってる方がいるんですが、お実はまあそうじゃなくてもっと前からあるよと、うんうん、まあね、もともとインドのものですからね、インドのものですから、ね、はい、うんうん、そっちにあるよと。でこの不滅の法灯ですね、はい、今ちょっと回収中で見れませんけど、はい、延暦寺の根本中堂という、はいはいはい、これ根本中堂本堂という言葉の語源になった言葉ですけど、根の根本は根本ですね、はい、で中堂は中の堂とかで根本中堂というんですが、はい、その中にあると、うん、で最澄がまあ灯して、うん、ずっと絶やさず油を絶やさずついてたんですが、うん、はい、信長の、うん、焼き打ちでですね、比叡山の焼き打ちで実は一回消えてしまいました。はあ、はい、1571年の信長の焼き打ちで消えたんですが、はい、実はですねこの比叡山延暦寺にあった宝塔が、うん、山形県の山寺立石寺というお寺がありますが、はい、セミの声が染みたところです。なんだっけ、岩に染みるセミの声、そうです、夏草屋か、そうです、ああそうです、夏草屋、岩に染みるセミの声、セミの声、はいはい、もう読まれたい寺があるんですが、あのお寺が、はい、そこに分灯があったんですよ、この不滅の法灯の、あそこから分けた日の、はい、でそこに分灯してたのもう一回比叡山に分灯したのが今まだついてるという、ああそういうことね、はい、もう今完全に頭の中にイメージが浮かんだのはあのオリンピックの聖火ですね東京オリンピックの時一回消えたからね、あれね、聖火リレーの時にね、早々に消えましたね、早々に消えたからね、まあ、予備があったので、はい、予備からまたねあの火をつけたっていうのはありましたけど、まあ、そういうことだね、それまたやってると、それから絶えずについてるそうですね。今あれなんですよね、延暦寺のこの不滅の法灯はこの火を管理する係の人がちゃんといるんだよね。そうなんです、シフト制みたいな感じでね、はい、朝夕2回1日2回、うん、油を注ぐお坊さんがいらっしゃいます。まさに油を絶やさずに、はい、火を灯し続けてるわけだ。燃料はちなみに菜種油と。そうなんだことです。もうちょっとなんかね、あるでしょうけどね、こう管理の楽なものがあるでしょうけど、やっぱそこはねなんか決まりがあるんでしょうね、やっぱね、あるでしょうね。そうですか、はあ、油断という言葉の語源はそういうことだと、はい、いうことです。まあだからあれをね、油断するなよっていう言葉の裏にはお前こう不注意があったら後ろから切るからなっていうぐらいの注意喚起をしてるんだと、はい、実は命がける言葉だと思っていただければ、うん、そういうことです、ね、より皆さん油断しないじゃないかそうですね、はい、で次ですね、次、はい、これはお寺にとってちょっと大事な言葉で、うん、なるほど、持ってきました。これですね、旦那、旦那、旦那様、旦那様、旦那とか言うじゃないですか、落語で、落語とかにもよく出てくるよね、はい、うん、でこれ今の意味は、うん、まず一つ目、妻が自分の夫を敬っていう言葉ですね。なるほど、はいはいはい、で他の家の主人を敬っていうのにも用いると。落語とかではこの意味でよく使われるよね。使われますね、うんうん、でもう一つ目、商人などが自分のお店の客を、はい、また役者芸人などが自分のひいきの人を敬っていうこと。なるほど、ちょっとこうなんかお客さんに対してお客さんをこう持ち上げる言葉として使う、はいはい、で3つ目、使用人などがその主人を敬っていう言葉と。ああ、旦那様っていうときはそうですね、はい、旦那様、はい、うん、これが今の意味ですね。なるほど。じゃあこれもともと仏教どうだったかというと、はい、これもともとはですね、うん、サンスクリット語で、出た、サンスクリット語はい、はい、ちょっと難しい言葉ですよ。まあ仏教用語のもともとはサンスクリット語みたいなやつ山ほどあるからね。ありますね、うん、それのですね、はい、ダーナという言葉の、おー、まあ音も近い、はい、音を漢字に直した、うん、なるほど、言葉ですね、はいはい、でこれどういう意味かというと、お布施です。あ、そういう意味なの、はい、お金のこと、お金のこと、お金だけじゃないのか、お金、まあそういう、なんでしょう、うん、人に施しをするという、施しをするという意味なんだ、意味ですね、うん、はいはい、でこれでですね、うん、なんでしょう、与えるとか、うん、施すっていう意味が元の意味なので、はい、はいはい、元の意味はですよ、この何でしょう、布施を通してですね、うん、自分にこう恵みを与えてくれる人、うん、はーはーはー、っていうのが旦那という、はいはいはい、ことだったと、うん、なのでこれが何でしょう、仏教になると、はい、そのお布施をしてくれることで、うん、まあ、お寺が修理してくれたりとか、はい、お寺に食べ物がとかいう意味に転じていってですね、はいはい、うん、お寺を支えるパトロンとか、あ、資産家もいたら檀家さんですよ。檀家さんのことだ、はい、はあはあ、旦那の家が檀家です。あ、そういうことか、はい、はあ、っていう意味に転じたと。なるほど。でこれがどうやって今の意味になったかというと、うん、この主人とか、まあ、商人の
ね、旦那さんですよね。それはですね、一家を支える主人という意味だと。ああ、なるほど。まあ、そのお金を稼いできたりして施しをして一家を支えているというような意味合いですね。はい、はいはい、手に変わっていったと。だから元の意味はですね、お布施、だから与える施すという意味がこの旦那という意味。なるほど。それが今となっては一家を支える人にっていう意味になってると。なるほど。うん、家庭を顧みないやつは旦那じゃねえってことですね。ああ、そうなりますよ本当に。ということですね。旦那と言われる資格はないということになります。本来の意味からする。はい。だこれすごく仏教にとって大事な言葉なんですけど、うん、今となってはちょっと旦那とはちょっとこう、そうね。意味が変わってしまってると。またあれよね、こうなんか仏教とは全然違う文脈だけどさ、そのなんかあのなんていうの？ジェンダーバランスみたいな話で、はい、こうなんか家の中で男性を持ち上げるみたいな行為そのものがちょっとこうなんか社会的にちょっと合ってないんじゃないのみたいな風潮もちょっとあるから、そうですね、あまり使われない言葉になっていくかもしれないので、まあ、でも歴史を知ると別にね、そのなんか男性優位みたいな意味はないからね。そうですね、もう与える施しっていう意味だからね、うん、だまあ結局その檀家っていう言葉だけで残っていく可能性はありますね。なるほどね、うん、そうですか。本当はねこれをお布施っていう行為も社会的行為で、はい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 、仏教のですね、うん、修行者に菩薩というのがいるんですが、菩薩っていうのは仏教修行する人なんですけど、菩薩っていうのは仏教修行している人のこと、はい、うんうん、その人たちがやる修行の項目の一つなんです。お布施が、お布施だ、ダーナっていうのは、うんうん、まずその修行の項目の一つだったと、はいはいはい、いうことにもなるので、もうどんどんこう意味が全く違うものになってる。あのタッツァンはあのスマホは iPhone とか使ってますか？はい、 iPhone です。あのアップル教の信者の方々はですよあのほら定期的にこうあの儀式があるじゃないですか。夜中になんか発表される、あ、はい、新製品とかの、はい、あ儀式があるじゃないですか、はい、ありますね、みんなあれオンライン の, あの集会に集うんでしょあれで、で新しいこう iPhone とか、はい、Mac とかそういうのがこう発表されると、あのこぞってお布施をしますよね。みんな、もうすごい額のお布施をされますよすごい額のお金が動きますよね。あの方々もアップルの旦那さんです、うん、いやそうですよ、本当に本当の意味から、ね、これ本来の意味での旦那だよね。旦那です、だいぶ施してるもんね。施してます。もう世界最大の企業の一つですからね並んでまでもお布施しますから。その金額どうなのっていういやいいのよ、あの高性能でデザインもシュッとしたプロダクトを作ってらっしゃると思うけれども、うんうん、やっぱねでもちょっとうんと思うところは、あの充電器とかが専用の企画だったりして、そうなんです、充電器だけで6000円とかするじゃない、なんかものによって、はい、ライトニングはやめてほしいんですそこはあのアップル教の信者の方々も思ってんじゃないかなって思ってるっていう話ですけど、はい、まあ、今日は旦那という話を、してますが、仏教用語、こんなところに仏教用語ということで、まずは油断と旦那の、はい、まあ、本来の意味をちょっと紹介をしてみました、はい、まあね、いっぱいあるけど今日は抜粋でタッツァンセレクトで選んできてもらっております、はい、後半もまた続いていくんですが、その前に1曲いきましょうか、はいはい、タッツァンじゃあ曲紹介を。I love you, I love you, FM 89.1。 はい、ということでまずはフランスのアーティストからということで、はい、これはあのフランスを漢字で書くと仏、はい、仏というつながりで、ね、選曲してもらいました。安直な感じがしますけどね。いやいやでもフランスの人たちはまず知ってんのかね、自分たちの国がこうアジアでは仏と仏という字で表現されてるということを。いや知らないんじゃないですかね。って いや、いないことはないでしょうけど、仏教徒は少ないでしょ、うん、フランスには。いや、いないと思います。大半はキリスト教徒です、はい、ちょっと意外だよね、なんかね。いや、なんでこれで当てたのかわからないですけど、だからなんかこうよくわかんないけど、逆に言うとさ、こうなんか日本人とかがどっかこう欧米圏の国の言語でなんかクリスチャンみたいな意味の文字で表されてるみたいな感じだよね。そうなりますね、うん、いや違うけどなって思っちゃうけど ね、 、うん、ね、あのノートルダムがある国が仏というそうそうそう、よくわかりませんけど、まあ、今日は仏教用語、こんなところに仏教用語というシリーズなんですが、はい、まだまだあります、はい、続いては今ここで聞いてる方もいるかもしれないですね。おー、なるほど、はい、食堂。あ、お昼時ですからね、はいはいはい、皆さんお昼に行く場所、食堂ですね、はい、でここ何という意味か、今、うん、これ食事をするように定め、そのように設備した部屋、うん、また食事をさせる店と、はい、まあ、そのままです、まあ、そのままですね。そのままです。食堂ってこれ仏教用語なの？仏教用語です。しかも食堂と読むようになったのは明治以降と。あ、そうなんだ、まあ、いうことなんですが、まあ、食事をすることに変わりはないんですが、うん、これですね、仏教では食堂と
あ、食の字を時期と読ませて、はい、あれだね、断食の時期だね。そうです、うん、でこれ、古代のお寺、まあ、飛鳥時代とか奈良時代とかのお寺でですね、僧侶の方々が、食事をとるお堂のことだったんですが、うん、中にですね、本来の食堂は中に仏像を安置してます。あ、そういう仏像を置かなきゃいけないルールだった、はい、文殊菩薩だとか、ほうほう、まあ、当時あの京都の当時だったら、まあ、中に千手観音があったりとか、へ、そういうものがあると。なんか落ち着かないね、なんか 食事するとこにそういう千手観音とかいたらまあ落ち着かないですけどね、うん、でもここ、まあ、そのお堂ということはただ食事を取る場所ではなく、あ、はいはい、修行をする場所なんです。なるほど、修行の場所の一つだと、はいはい、で平安から鎌倉以降はもうだんだんこのどんどん意味が薄れていって最終的にはなくなっていくんですけど、はい、まあ、その頃は大変重要だったと。大人数集まって修行をする場所というもので大変大事だったと、うん、でこれですね、ちょっととあるお寺さんのサイトからと意味を持ってきたんですが、それによるとですね、はい、食堂での食事は作法に習っていただくと、うんうん、で食物への感謝と食事を通して自己を磨くことが目的で、単に空腹を満たすための行為ではない。はい、なるほど、はい、で食べ物が食物が人の口に入るまでに自然の恩恵や数多くの人々の苦労があり、それに感謝しながらいただくと。また自分はこの食事をいただくに値するだけの働きをしたか、食べる資格があるのか、厳しく自己に問い反省をした上で奈良時代の方々は箸を取っていたと。厳しいね。かなり厳しいこと。その食事をするだけの価値がお前にあるのかと。そうです、問われているわけだ。問われている、働かざる者みたいな話だね。食うべからずと。厳しいね。これが本当の食堂の意味と。まあね、しかもその食物が人の口に入るまでの恩恵に数々の苦労に対していただきますという気持ちを、だから食べる前に手を合わせていただきますというのはこのあたりの話ですかね、はい、それの名残があるんでしょうね。それをもっともっともっと強く感じていた時期と。いや、ちょっと俺は食事をいただくほどの価値もありませんって思っちゃう人もいたけど、もう大衆食堂とかありがたいですよ、僕らにとっては。そう、ありがたいですよね。ですけど、うん、もう安くてボリュームがあって、飛鳥時代の方々が見たら、うん、もうこれかもしれない。お前はそんだけしか稼いでないのにそんなに豪華な食事を食べるとは何事だと言われるかもしれないです。でこれですね、まあ、今残ってるのは、まあ、あんまりないんですが、まあ、法隆寺には残ってます、国宝で。あ、この直堂が、はい、直堂残ってます。すごいね、もう食堂も時間が経てば国宝になるの。国宝になります。すごいね。でですね、奈良とかにはその古代の直堂の遺構が、礎石とかが残っていまして、まあ、その規模を見るとこの直堂がどんだけ当時大事だったかというのが分かるんですが、はいはい、まず薬師寺にあった直堂、はいはい、これ東西40メートル、40メートル、はい、南北15メートルと。15メートル、はい、すごい、なんかちょっとした大企業の社食だよ。社食です。うん、だそれぐらい大事だったんですね。大きいところでは大事ですね。で興福寺、これ奈良ですね、奈良ですね、あるのはこれ正面35メートル、ほう、側面31メートルという、まあ、ほぼ正方形ですね。それが直堂だったと。だからあれだよね、そのみんな一斉に集まって食事という修行の行為をこう同時にやるんだよね。はい、多分ね。そうです。なんかバラ手が空いた人からちょっと食事取っておいでみたいな感じじゃないってことだね。うん、そうです、うん。みんなでやってそこで黙って食べ物をいただくと。黙って食べるのか。黙って食べる。黙食の走りですね。いや、もう時代先取ってますから、ね、飛鳥時代。そうですか。食堂が仏教用語ってのはあんまりイメージなかったですけど、うん、確かにね、まあ、修行なのかもしれませんね。まあ、ある意味修行ですよ、ね、食事をするということについていろいろ考えるとね、嫌いなものも残さず食べるとか、うん、そんな修行なのかもしれない、はいはい、感謝をしつつ食べるとか、自分のことを顧みるとか、うんうん、そういう場なのかもしれませんね。これを意味を知ると、はい、今度から昼ご飯がありがたくなるよと。まあ、美味しく食べられるかどうかは分かんないですけど、確かにいろんな思いが去来するかもしれませんが、はい、まあ、でも意味を知っておいてね、損することはないと思います、はいはい、食堂でした、はいはい、続いてこれはですね、ちょっと時代に、うん、今の時代でも使われてる、まあ、今も全部使われてるんですけど、はい、ちょっとこうデジタルな感じの言葉にも仏教用語があるよということで持ってきました、はい、これ暗証、暗証番号の暗証、はい、暗証番号の暗証です。あゆら市でもね、結構電話かけてきてね、はい、キャッシュカードの暗証番号聞き出すみたいなね、なんか振り込め詐欺電話みたいなのが鳴ったりしている事案がありますって。あ、もう気をつけないと。この前警察の方から聞きましたけど、はい、
ね、本当気をつけていただきたい。本当に気をつけて、そういう用語にも使われている、はい、この暗証という言葉も実は仏教用語だと。暗いに証拠の証という字ですね、はいはい、でこれ現代の意味は、うん、本人であることを証明するためにあらかじめ登録しておく文字または数字と、うん、まあそうですよね、はい、うん、言われています、はい、じゃあこれ仏教でどういう意味だったかというとですね、うん、これ禅宗、まあ、曹洞宗とか臨済宗とかいうものがあるんですが、その中にですね、はい、教えとして不流文字という教えがあるんです。不流文字、はい、不流は不能の不ですね。 不能の不に、はい、で立つ、立つで不流、はい、で文字と書いて文字と、これで不流文字。不流文字、これどういう意味かというと、はい、悟りの内容っていうのは、はい、文字とか言葉では伝えきれるものではないと、はい、だからあの経論とかそれね、お経とかは、はい、お経とかを勉強して悟るのは一手段に過ぎない、はい、だから実践をしようと、座禅を組もう、はい、という教えなんですが、はい、そのですね、この意味を誤解してですね、そのお経の研究とかを怠って、もうとにかく座禅だけを組めばいいということをした人がいるんです、はあはあ、そういうお坊さんがいたんですね、はい、そういう人たちのことを暗証禅師と言うと、うん、まあ経典のその研究とか、はい、考察とか、まあ、そう理解をしようという試みをせずに、うん、ただ座禅を組めば修行になるんでしょうみたいな感じでやってる人たちのことをちょっとこうなんか揶揄して言う言葉。そうです、うんうん、ちょっとあざけっていうような言葉、うんうん、でそのですね、自分にしか理解できない教えとか、自分でしか噛み砕いていないという意味が暗証という意味なんです。自分だけの理屈ってこと、はい、で暗証の証がですね、はい、実はこれ悟りって読むんですよ。この証拠の証、証という字、はい、ほうほう、暗い悟りと読むと、本来の悟りではなくて、はい、こうあなたのオリジナルでしょっていう、はい、あなたの考えでしょっていうことだね。だから暗証という意味の本当の意味は裏付けのない悟りと、うん、あんまりいい意味じゃないね。いい意味じゃないんですよ。なのでその、まあ、裏付けがないということは自分だけで理解している悟りという意味なので、うん、自分理論ってことでしょ、はい、これツイッターでよく見るやつだよみんな自分理論振りかざしてますから、ね、うん、まあまあまあ本当にそういう場ですもんね、あそこはね荒れてますから常に、はいはい、だその裏付けのない自分にしか理解できないというところがですね、うん、今の意味にちょっとつながってる、はい、自分しかわからない、あ、そういうことか、はい、ああやっとつながった。あんまりいい意味じゃないなと思ったんだけど、自分だけがわかってるというところの意味が残ったんだ。そうです、あ、それだけ残って今この暗証という言葉はそこだけが、悟りという部分が切れてしまって、なるほど、自分だけが分かっているものという意味をこうそこが残って暗証番号の暗証になったんだね。なったと。これさ、もう今猫も杓子ももういろんなウェブサービスとかなんやかんやでパスワードで暗証番号だって求められるじゃないですか、はい、もうね覚えてないのよ。いや本当だから自分だけが分かってるどころか自分も分かってないっていう状態に今はなってますけどね、うん、だたまにメモするじゃないですか、はいはいはい、そのメモなくしたらもうおしまいですよね。いやまあさすがによく使うやつは、うん、あの分かんなくなったら困るからそのねなんかちゃんと保管してあるんですけど、まあ、ごくまれにそのもう10年ぐらい前に1回登録して使ったけど、うん、もうそれ以来一切使ってなかったサービスとかにどうしてもログインする必要が出てくるみたいなことがねごくまれにあるのよ。そんなん覚えてるわけがないよね。覚えてないです。その時に使ってたメールアドレスどれですかとか聞かれるんだけど、いや分かんないよね。変わっちゃってるし、うん、あの大学の頃に流行った某 SNS のサービスなんかはもう一切分からなくなりましたね、はいはいはい、もうね、あの、うん、名前出すとあれですけどね、あのそれでねミクシーに入れなくなりました。同じです。同じ。入れないんですよ。あのどうやらね、あの使ってたメールアドレスが違うらしくて、ああのパスワード分かんなくなった人はメールアドレス入れればそこにこうなんていうの再設定用のアドレスを送りますよみたいなのがあるんだけど、はい、もはやそのアドレス自体はもはや使ってないやつだから送ってくれてるんだろうけど届かないわけよ。もうね、あ、これは無理だなって思って諦めましたけど。そうですね。もう新しいアカウントを作るしか。うん。そう、そう、じゃあ今ミクシーを使いたいわけじゃなくて、あのその当時のアカウントにログインして見たい情報があったんだけど見れなくなりました ね。写真とかいろいろありますからね。あれはどうなってんでしょうね、あれね。いや、まあ、なんか話はあれですけど、まあ、だから自分だけが分かるという意味が残ったってことだね。そうです。あ、面白いね。でこれをちょっとつれづれ草でもちょっとバカにしてるというか、あ、そうなんだ、はい、こういうのはダメだよねというのが書かれていて、それによるとですね、はい、経論の解釈ばっかりにこだわってる人を文字奉仕と言ってですね、ちょっとこう揶揄して、あ、なるほど、そっちはそっちでまた揶揄してるんだ。そうです、うん、で呪文のように経文ばかり読むもの、これは呪文奉仕と、ああ、
お経を唱えるだけの人もいるよと、はい、でこの暗証禅師に関してはもうすごいです、うん、真に仏法を悟っていないものっていうですねすごい言い方してるこれはダメだよと全部やろうというふうに吉田健吾は言っていると。ちゃんとこう経論の仏典の研究もしてお経もちゃんと読んで、座禅みたいな修行もして全部実践とこう理論とつながって初めて悟りにつながるよっていう、そうです、どれかだけやってるやつのことをちょっと揶揄する言葉で、そうなんですね。平安時代から使われている言葉なんですよね、この暗唱という言葉。なんかいろいろね耳が痛い人がいそうな感じのなんか研究ばっかりして実践してない人とかね、まあまあまあ、とにかく現場に出て理論なんかいらねえんだみたいな人とかね、まあまあ、現代でもいろいろいますからね。僕はその人ですね現場にばかり出ていやいや、あのね事件は現場で起こるんですよ会議室で起こるんじゃないんですよ大丈夫、はい、ということで、まあ、暗唱という言葉のルーツはそういうとこでしたと、はいはい、まあね仏教用語いろんなとこにあるなと思うんですけど、ちょっとこうなんか生き物の話もそうです出てくる、これちょっと意外だと思うんですが、まあ、今の季節よく聞く鳥の声の鳥なんですが、はい、これウグイス、ウグイス、はいはい、ホウホケキョウと、はあ、まあ、やっとホウホケキョウって鳴くようになったねって感じがします。あ、そうですね、上手になったねっていう。最初はねなんかケキョウケキョウ言ってます、言ってますね、うん、そのホウホケキョウ、はい、これも実は仏教用語というか、はあ、仏教由来由来なんですね、はい、これ江戸時代の頃にですね、ウグイスの美しい声がですねこのホケキョウに聞こえると、あ、仏教のあの経典の法華経、はい、でこれがですねケフキグサといって、まあ、1636年に出たですね俳句の作法書があるんですが、江戸時代初期ですね、はいはい、その中にウグイスの声には誰も法華経というですね俳句があるんですが、ウグイスの声には誰も惚れ月経、はい、これはあのウグイスの声にはみんなが惚れてしまうよねという、ああ分かった、うまいねこの、はい、この俳句ね、はい、うまいね、惚れ月の惚れがあの、はい、惚れ惚れするの惚れなんですが、はい、それがですね惚れ月経っていうのはまあ妙法蓮華経ですよね、はいはいはい、だそれに聞こえたと、法華経に聞こえた、妙法蓮華経というのは法華経のことなので、はいはいはい、だ法華経の法華経が法華経だと、あれですよね、南無妙法蓮華経の、はい、妙法蓮華経のところに惚れ惚れするの惚れをかけた、まあ言うたらダジャレですよ、ダジャレです、完全にダジャレです。でもうまいね、なんか風流なダジャレだね、うまいですよ。なんでこういうのもあるので、当時ウグイスはですね経読み鳥、経読み鳥と呼ばれていたと言われています。で、じゃあ元から江戸時代の頃から法華経なんですけど、まあ、法華経は法を聞けという意味です。法華経、ほんほん、法華経というのは、はい、この法華経を聞けという意味で捉えられてるんですが、はい、じゃあこの前にウグイスじゃあどう鳴いていたかっていうのをちょっと今回ちょっと持ってきましたけど、いやウグイスはずっと同じ声で鳴いてるんでしょ、同じ声鳴いてるんですよ。それを、まあ、どう人々がどう聞こえてどう表現してたか、はい、ということですよね、はい、どう解釈していたかなんですが、はいはいはい、これまず一つ目、うん、奈良時代、奈良時代、はい、これは出雲の国不時というものがあります。ほうほうほう、あの今の島根県ですね、はい、のそこの不時というのは、まあ、地市ですね、どういうものがどこにあるというのは、そこにホホキドリとなりて飛び渡り、ここに地図まりましきと書いてる、わけわかんないこと書いてるんですけど、ほほきどりって書いてるんですよ。ほほきどり、法に吉です、法律の法に吉の鳥、なるほど、ほほきどりと、うんうんうん、で彼、まあ、彼ってのはこのウグイスのことですね、はい、ほほきというと書いてるので、当時はほほき経じゃなくてほほきと、あ、そういう表現をしてたんだね、ほほき経じゃなくて、はい、はい、うん、と言われていると、はい、でこれが平安時代になるとですね、こういう歌があります。梅の花見にこそきつれうぐいすのひとくひとくと糸ひしもおるっていうのがあるんですが、ほう、これ意味はですね、梅の花を見に来たんだけども、うん、うぐいすが人が来た人が来たと嫌がっていると。おお、なるほどなるほど、だこの時は、うん、ホウホケキョウが当時の方々はひとくひとくと聞こえていた、うん、人が来たぞって言ってるように聞こえたんだ。ホウホケキョウっていうのがひとくひとくと聞こえた、聞こえるかな、ちょっと聞こえないですけど、まあ、平安人には聞こえたと、もしくは平安時代のウグイスはそう鳴いてた可能性はある、はい、1000年ぐらい前だから、1000年ぐらい前ですね、うん、でこれがどんどん変わっていって、はい、やっとここで仏教と結びつきます。これ1499年、蓮如上人という方がいたんですが、はい、あの浄土真宗のお偉いさんですね、うんうん、当時の、はい、のトップの方が亡くなった時に、あの弟子が
くれたウグイスが泣いていると、自分の枕元で、はい、もう亡くなりかけてる枕元 で、うんうん、でこのウグイスはほうほききよと泣いているのだというふうに、ほうほききよ、ああ近いね、あのここからもだんだんほうほききよに変わっていったんですね、はいはいはい、ここのエピソードがそれ濃かったようで、どっかその辺が転換点だってことだよね、はい、ここで仏教と結びついて法華経というものが入ってきた。なるほど。いやでもほら、動物の鳴き声をさ表現する言葉っていろんな言語にあるけど、なんか結構言語の特徴が出るじゃないですか、はい、なんか鶏なんかは日本ではコケコッコだけどさ、英語だとクックドゥールドゥーになるでしょクックドゥールドゥーです。さあ違うんじゃないと思うけど、日本人の感覚としては。だけど法華経は割とその音をリアルに表現できてる方のなんか表現だと思うんですよ、はい、うん、実際の音にかなり近いと思うのよ、法華経は、はい、だけどそれがこう法華経という経典の名前となんか結びつくっていうのは、なんだろう、なんか不思議な感じがしますね。不思議ですよね、うん、何なんだろうと。まあなんだろうな、この辺はまあその時代の人の感性なのかもしれないけど、その仏教の持ってるその無常感というかさ、うん、まあ、ちょっと最近平家物語を見たので、なんかその影響をだいぶ受けてるんだけど、はい、そのなんか仏教というものが持ってる無常感ってあるじゃないですか、はい、なんか常にこう世の中移ろいゆくものみたいな、うん、でウグイスもそのほら季節のものじゃないですか、一年中ずっと鳴いてるわけじゃなくて、うん、春が来たら鳴くけど季節が来たらいなくなるとか、あれまあ鳥という生き物も命があるので、はい、いつかいなくなったりとか、なんかそういうものを重ねてこう仏教の世界観と鳥の鳴き声みたいなのを重なっていったのかなとか、いろいろ想像しますね。しますね、うん、おそらくそのだんだん仏教の解釈っていうのがそういう無常感とか人の死というものが近くなっていった、うん、鎌倉時代あたりからこういうことになっていったんじゃないかなと、なるほど、ね、僕は思ってます。でさっき言ったその法華経、うん、その時まだ法華経なので、うん、法華経みたいな感じではないじゃないですか、はいはい、そうだね、これがですね、うん、この毛吹草1636年から60年後に出た本朝食感といってですね、食べ物図鑑があるんですけど、うん、食べ物図鑑、はい、江戸時代ですね、江戸時代、うんうん、食べ、おそらくウグイス食べてたんでしょうねそうちょっと今風流でいい話してたのにさ食べてたんかい、うん、その中にこのウグイスのまあ生態というか、うん、そういうものが、うん、ありまして、食材としてってことだよね、食材としてこれ1697年に出てます、はい、60年後、はい、そこにですねウグイスの声というものが説明がありまして、はい、このウグイスの声は、うん、ほうほけきょと泣いていると、あ、もうそこで書いてある、書いてます、うん、でみんなこの声で泣いてるから、うん、そう呼んでるよと言ってるので、うん、もうこの辺りでバチッと、江戸時代の、まあ、その1700年前後ぐらいにはもう完全に固まってたと、はい、法華経と呼んでたってことなんだ。しかもちゃんと表記は一応法華経と漢字で書かれてます。あ、そうなんだ、はい、食べてたんかいっていう衝撃がやっぱりちょっとあるなと思う、それはまあ鳥ね、いろいろ食べてますからね、いや、まあまあまあ食べるだろうね、うん、日本人はさ何でも食べるよね。いや何でも本当になんかね、こ世界でも日本人しか食べないものが結構あるもんね、はい、うん、納豆とかもそうですけど、まあまあそれは別ですけど、納豆とかやっぱだからさ、やっぱいろんななんていうのかな、こう地理的事情もあるよね、その保存が効くものを作らなきゃいけないみたいな事情、ほらなんだっけ、京都じゃなくてあれ、滋賀か、船寿司みたいのあるじゃん、すごいものがありますね、あれはさ、その何、北欧のどっかの国だよね、あの世界で一番臭いと言われているあのシュールストレミング、シュールストレミング、はい、なんかあのこう魚の缶詰でしょ、はい、発酵させた、あれ世界で一番臭いらしいけど結構ね船寿司はいい勝負すると思うの。いや船寿司すごいですよ、すごいよ、食べたことある、一回食べたんですよ、食べたことあるんだ、あのシアの友達がいてですね、あ、そう、あのね、え、食べた、美味しかった、どう、ちょっといや味はいけるってみんな言うんだけど、匂いがあれ、こういや出されたことあるんだけど、やっぱねちょっと匂いでダメ、口に入れる勇気がなかったね、あれはね、入れたんですよ、入れたんだ、ちょっとなと、ちょっとなだよね、でもこれ、うん、あのやっぱああいう癖のあるものですか、はいはいはい、好きな人は絶対これ好きだなと、まあ、ね、まあ、そういうのあるよね、癖があるものってね、うん、で鳥で食べててびっくりしたのは、はい、これ京都に初めて学生の時行った時、はい、伏見稲荷大社の前ですかね、伏見稲荷の前、はいはい、あのスズメ、あ、はいはい、スズメはね食べますよね、スズメ食べてるの見てて、はいはいはい、しかも割といい、ね、値段で、うん、まあ、今はね珍しさで多分希少価値で上がってるんでしょうけど、はい、うん、スズメと思って、うん、それはびっくりしました。あの一般的にはそんなにこう頻繁に食卓に上がるものではなかったけど、うちのね実家の近所はね割と昔は食べてたって言ってましたよ、あ、スズメを、スズメを捉えて、美味しいらしいですね、普通に、なんか普通に鳥の味って言って、まあ、それはそうだろうけど、うん、鳥だから
って言ってたけどねっていうのは聞いたことあります。美味しいっていうふうに、うん、でさすがにちょっと食べたかったんですけど、うん、勇気がまあね船寿司は食べたんですけど船寿司食べたならいけそうだけどねスズメはちょっとかわいそうというか、うん、いうのがあって食べれなかったですね、うん、まあだからほらそれは多分修行が足らんのだよ命をいただくことに対しての覚悟が足らんのだよきっと。そうですね、うん、食堂に持っていけば食べてたかもしれないですねそうそう。だってもうほらもう今日これを食べておかなければ自分は明日死ぬかもしれないと思ったら食べるじゃん、うん、食べますね。そこはやっぱりありがたみを感じて食べるわけで、はい、だからそこをやっぱりなんかかわいそうとかっていうなんかいろいろ頭をよぎるのは、うん、まあ、修行が足らんのじゃない足りないんですかね何の話を食べる資格があるんだこれをと思えば何の話をしてるんでしょうかね。いや今日はあの仏教用語でしたけれども、まあでもね、まあ、紹介しきれてませんけどまだまだいっぱいありますもんね。もう 2,300 じゃ済まないぐらいいっぱいまだまだあります。なんか、うん、本当はこれもともと仏教用語っていう辞典とか作れそうだもんね。ああ作れ多分普通に作れますよ語源辞典みたいなね、はい、うん、面白そうですね。そういう本もあるかもしれませんけどね、うん、だからまあいろいろねあの本来はそういう意味だったみたいなのを知った上で食堂に行ったり、はい、なんだろうな、油断したり暗証番号を決めたりと決めたり、うん、ウグイスの鳴き声を聞いたりするとね、いろいろ考えることがあるかもしれません、はい、ということで今日はこんなところに仏教用語という特集でした。でね、ちょっと最後に一つあのこれせっかくいただいたのをお知らせをしておきたいんですけど、はい、あの愛良市の歴史民俗資料館さんから、憲法をいただきまして、はい、今ね愛良市はあの郷土史、うん、愛良市史というのをね、制作されてました。いや素晴らしい。もうだいぶ出来上がってきてるんですけど、はい、あの通史編の方が第3巻まで作られる予定なんですが第2巻ができましたということで、うん、中世近世編ですよ。面白かったです。読みました、これちょうど今ね、うん、なんていうか大河ドラマで扱ってるあたりの時代も入ってたりするので、はい、その頃の愛良氏がどうだったかみたいな話もねまとめられててこれとても面白いです、うん、よかったです、はい、こんだけちゃんとね郷土史を作っている自治体あんまり他にないと思いますよね。いや鹿児島県内ではもうないですね、うん、合併前の旧町村は作ってますけど、はい、合併後の平成の大合併以降でこれだけちゃんと予算をかけて作られているところは本当にね、うん、あの誇らしいと思いますがぜひお手に取って、はい、これはまあもちろん歴史民俗資料館さんに行けばあの現物も見られますし必要な方はお買い求めいただければと思います。はい、はい、というお知らせもさせていただきつつそろそろいいお時間なので、このぐらいでお別れにしたいと思います。たったん今日もありがとうございました。ありがとうございました。